新ポトンは2017年10月15日に結成された韓国の革新政党である。2017年10月15日の午前、国会議員会館で民衆連合党と新民衆政党が合同会議を開催、両党の合同によって新政党、民衆党を創立することとし、基本政策や党権、党規、代表団の構成を決定。 同日午後に、総理市庁舎前広場で、党員1万名余りが出席して、出版式が行われた。決闘時点で国会に1議席を有し、2018年の第7回全国同時地方選挙で、基礎議会に11議席を獲得した。だが、2020年の第21大総選挙では、議席を獲得できず、地方議会にのみ議席を有する政党となった。 これを受け、民衆党は、同年6月20日に、新しい党指導部を発足させると同時に、党名を、新歩党へと変更した。反帝国主義、左翼ナショナリズム政党であり、日本に対し非常に敵対的であるほか、反米成功も強い。一方、中国に対しては、好意的である。2019年から2020年香港民主化デモが発生した際、 関連論評において、香港は中国の一部だとし、デモ隊に否定的な立場を表して中国共産党をかばった。このため、同じ革新政党の正義党や労働党の支持者にも批判されている。2016年の第20代総選挙では無所属で当選していた。労働党は中国にかなり批判的である。正義党も外交的スタンスは民衆党より、 中道左派の共に民主党に似ている。ありがとうございます。